県内では、今日新たに47人の新型コロナウイルスへの感染確認が発表されました。新たに感染が確認されたのは、盛岡市で12人陽性者登録センターに届け、出た人が11人など合わせて47人です。先週の日曜日より16人少なく、4日ぶりに前の週の同じ曜日を下回りました。また、死者の発表はありませんでした。